大森川ダム。大森川ダムは、高知県阿川郡井野町、一級河川、吉野川、水系大森川に建設されたダムである。四国電力が管理を行う発電専用ダムで、吉野川総合開発計画の一環として、建設された。高さ73.2メートルの中空重力式、コンクリートダムで、四国地方では、同じ四国電力が管理する穴、内川無、 穴内川川と、このの大森川ダムの2ししか存在しない。吉野川本流にある長沢ダムとの間で揚水発電を行う。ダムによって形成された人造庫は大森川貯水池と呼ばれ通称はない。吉野川の水力発電開発は四国中央電力株式会社住友共同電力の前身によって手掛けられ、1937年昭和12年には 初の大規模ダム式発電所である大橋ダムが完成したものの、その後は太平洋戦争の影響もあって中断を余儀なくされた。戦後に入り発電事業を統括していた日本発送電は大橋ダムに続くダム式発電所の建設に乗り出し、1949年昭和24年には吉野川の本流最上流部に長沢ダムを建設。 さらなる電源開発事業に着手しようとしていた。だが1951年、昭和26年に電力事業再編でが連合国軍最高司令官、総事部 GHQ によって出され、戦争に協力した独占資本として、すでに過度経済力集中排除法の指定を受けていた。日本発送電は全国9つの電力会社に分割、民営化され、 四国地方の電力施設はすべて四国電力に継承された。その一方、吉野川水系は1949年の河川海底改修計画の対象河川として選定されていた。毎年のように襲い来る水害から日本経済を守り、かつ食料増産のための灌漑整備と工業勢力増進の基盤である電力増産を目的に、 アメリカのテネシー川流域開発公社、TEVA をモデルとした河川総合開発事業を全国の主要中に推計で行うことが経済安定本部によって定められ四国最大の大河吉野川もその対象となったのである。経済安定本部は関係する建設省、電源開発、四国電力及び四国4県の調整機関として 四国地方総合開発審議会を設置し、1953年、昭和28年に吉野川総合開発計画を発表した。この中で、経済安定本部は、吉野川水系に7カ所のダムを建設して、地水取水を図る案を定めたのである。大森川については高さ60.0メートル、早朝水容量1800万トンのダムを建設し、 水力発電専用として、長沢ダムとの間で、連絡水路を設けて、発電を行うという計画が立てられた。吉野川総合開発計画は、その後5つの案が示されたが、大森川のダム計画についてはいずれも変更が、なかった。ところが水分配をめぐって、徳島県が計画に反発して、計画遂行が立ち往生し、長期化の予想を見せた。 当時全国の電力会社は競って水力発電計画を推進しており、この流れに乗り遅れることを危惧した四国電力は、父として進まない総合開発計画に見切りをつけて、議会から離脱。独自の水力発電計画を模索した。四国電力は穴内川と大森川に、吉野川総合開発計画に沿った規模での発電用ダムの建設を、計画、1957年。 昭和32年より、大森川渓谷にダム及び発電所建設が開始され、2年間の短期で建設が進み1959年、昭和34年に完成した。これが、大森川ダムである。大森川ダム湖である大森川貯水池からは、長沢ダム湖南部にある大森川発電所まで、大森川道水路によって接続されている。大森川発電所は日本で、 初めて発電用水車とポンプを兼用するポンプ水車フランシス型を導入した最大出力1 2 2 0 0ットの揚水発電所である。揚水発電については同時期に建設された穴内川ダムにおいても採用され、その後四国最大の水力発電所となる元川発電所でも採用される。発電専用ダムであり、大森川貯水池に貯水された水は、 大森川導水路を通り大森川発電所で使用されるため大森川へ放水されることはまずなかった。このためダム下流の大森川渓谷は完成以降30年近くにわたり水枯れの状態となり国土地理院の2万5000分の1地図においてもダム下流は稼働が点線で表記されていた。しかし1997年平成9年の河川法改正で 河川環境の維持が重要目的の一つに挙げられ、発電専用ダムであっても、河川の正常な流量維持を図るための放流、河川維持放流が義務受けられた。これに対応するため、四国電力は、大森川ダムの放流設備を改築し、非常用洪水破棄付近に維持放流用のバルブを設置して大森川の河川に維持放流を図った。これにより水なし側となっていた大森川に流水が、 復活することになった。現在は常時維持放流が行われており、ダムは常に放流をしている状態となっている。ダムは石月山系の山深くにあり、普段は人の踏み入らない地域にある。ダムへ向かうには奥南川林道、長沢林道等々の細い3カ所の林道から入ることになるが、国道194号大森山トンネル付近から入る、 全長2 2トルの奥南川林道は2008年現在、崖崩れ、路肩崩落のため総重量が2トン以上の車は通行止めとなっている。長沢林道、東谷大森川林道、奥大野江津、伊流国林道、最短距離は通行可能ではあるが、全般的に未舗装、未整備で、道幅が狭いという相当の悪路であり、 ダムへ向かうには四輪駆動の乗用車が望ましい。ダートツーリングを楽しむライダーもよく見かけられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。